富国ガーディアンズは台湾の中華職業棒玉大連盟所属のプロ野球チームである。1993年から1995年までは春国ベアーズ、1996年前半は高能ベアーズであり、1996年後半から高能ブルズと解消された。2012年シーズン終了後、親会社の化学薬品会社、高能が 経営悪化により、球団を売却すると発表し、12月17日、ギレ連グループが買収しチーム名は、議題、ライノズとなった。2013年前期シーズン、マニーラミレスの加入で、台湾プロ野球の観客動員数が、大幅に増加し、優勝した。しかし2013年台湾シリーズでは、後期シーズン優勝の統一セブンイレブンライオンズに、 4連敗で敗退、前期優勝ということで出場した台湾での2013年のアジアシリーズでも東北楽天ゴールデンイーグルス、キャンベラキャバルリーに連敗し、予選リーグで敗退した。議題として最後に出場した2016年の台湾シリーズで、前身の功能時代を含め11年ぶり3度目の優勝を果たした。同年十一月に富国グループに買収され、チーム名が 現在の富国ガーディアンズとなった。拠点も清志信古棒玉場から新城体育場野球場へ移転した。ありがとうございます。